この私です。本日は、うなれ俊足、かけろ磯畑でございます。いやー、今日も勝ちましたね。3連勝でございます。なんと A クラスまで 3.5 ゲーム差ですね。もうずっと最下位でね、いろんなチームから煽られ、僅差の試合を落としまくり、もう今年はダメかもしれないと、何度思ったことか。でもようやくチーム状態も上がってきました。怪我人多いけど、打線も上向き、三本柱も仕事をしてるというところで、これからね、上がっていけると思います。そんな確信に近い気持ちがありますので、今日もポジティブにね、振り返っていきたいと思います。ぜひ皆さんついてきてください。本日のアジェンダは、チーター、磯畑亮太、ストレートは大胆に、変化球は低めに、8番9番を1番2番にする打順、八千、松本剛、上川端が支える、メンバーシップのコメント紹介、 A クラスまで 3.5 ゲーム差でございます。では参ります。まずはチーター磯畑亮太でございます。いや、磯畑選手の、ね、状態が上がってきました。今日も4打数2安打、バットでも調子がいいんですけれども、まあ恐るべしは走塁ですよね。3回にヒットで出塁すると2投3投と立て続けに盗塁を決めて、江越選手のスクイーズで1点を先制しました。ほんとね、磯畑選手くらいの足になるとずるいっすね。出塁するだけでクイックが下手な投手だったら、まあ、簡単に得点圏、場合によっては3塁まで行けてしまうというね、やっぱり恐ろしい選手だなと思います。そして2本目のヒットを打った後、江越選手が外角のまっすぐをね、狙っていたのがしっかりと振り抜いて、ライトの頭を越えます。で、なんと1塁からぐんぐんとスピードを上げて、3塁ベースを蹴って、ホームに帰ってきました。もう本当にね、恐ろしい選手ですね。磯畑選手の足で、今日2得点というところでございます。まあ、もちろんね、江越選手がスクイーズ決めたりとか、2ベース、3ベース、打ってね、打点上げたっていうのはでかいんですけれども、まあ、磯畑選手の足あってこそというところで、足の強さを感じた一日でございました。で、一般的にね、こう、ゲームを壊してしまう、ゲームバランスが崩壊するみたいなキャラクターをチートから取ってきてね、チーターって言うんですよね。で、私が好きなアニメでもね、まあ、チーターならぬビーターみたいなね、キャラクターも出てきたりして、まあそんなことはどうでもいいんですけれども、磯畑選手もね、調子がいいと、もう簡単にあの足で盗塁を決めてしまい、ゴロが転がれば次の塁、次の塁と進んでいってしまうので、まあ、ある意味チーターだなというふうに思わされます。まあ、またね、足の速い動物、チーターとかけて、まあ、磯畑選手、チーターなんてね、呼称が出回っていくとね、面白いんじゃないかなというふうに思いました。どうですか？北の伊達店ならぬ、北のチーター、いかがでしょうか？お次、ストレートは大胆に、変化球は低めに。この言葉ですね、実は吉井コーチ、まあ今、吉井監督ですね、ロッテの吉井監督が昔、ファイターズのコーチ時代に、私よく吉井さんのブログ読んでたんですけど、そこでね、めちゃくちゃ書いてあったんですよ。毎日のように、ストレートは大胆に、変化球は低めにって。で、これってピッチングの基本だと思うんですよね。で、伊藤選手、技術があるあまりに、やっぱ難しいことをね、やろうとし続けてしまったのかなと思っていて、微妙なコントロールが効かなくてフォアボールみたいなことも多かったかなと思います。で、本日はね、伏見捕手がものすごくシンプルな配球ですね。もうまっすぐはとにかく強く、高めに強く持ってこいと。で、変化球はスライダーは外に、フォークは低めにみたいな。で、カーブはゾーンにみたいな。もう本当にシンプルにひたすらそれを続けてたんですよね。で、まっすぐが抜けてうまくいかなくても、すぐに同じ球を要求して、リカバーさせて、こう伊藤大海が乗っていけるような、徐々に調子づいていけるような、そういうようなリードをしてたなっていうふうにすごく感じました。まあ私、素人なんでね、プロのキャッチャーのリードの細かい考えとかわかんないけど、ただファンから見てても、伏見捕手がね、試行錯誤して、伊藤大海のことだけを全力で考えて、組み立てていたなというのがね、印象に残りました。で、伊藤選手もね、ずっと苦しんでいた中で、いろんな調整方法を試して、今日ね、いい球を投げ込み続けました。フォアボールは一つだけ。この三本柱と呼ばれるね、ファイターズは12球団最大の武器を持ってますから、加藤、上沢、そして伊藤が状態が上がってくれば、今日みたいにね、楽々試合を進められるんじゃないかなというふうに思いました。だって西武打線めちゃくちゃ強いですからね。中村武也、山川穂高、ここを抑えられたのは2人の状態の悪さじゃないですよ。どっちかっていうと伊藤大海のキレキレなピッチングによってなんとか抑えたっていう形だと思うんで、まあ明日以降怖いですけどね、そのあたりは鈴木に頑張ってもらいましょう。次、8番9番を1番2番とする打順。いや、これめっちゃいいですよね。何試合か前からキャッチャーを7番に置く打順を新庄さんやってるんですけど、磯畑矢沢とか矢沢磯畑、磯畑江越っていうね、こう足があって打力もポテンシャルがあるよねって選手を8番9番に添えるっていう形をしてるんですよね。今までのファイターズって8番キャッチャー、9番、まあ、ショート、まあ、守備の選手みたいな感じで、完全に下位打線は下位打線って感じだったんですよ。で、たまに金子誠が調子良くて恐怖の9番とか言われて、そういう年は繋がってたんですけど、今も新庄さんは完全に下位打線からでも点を取りに行く、むしろ2巡目以降でより点を取れるような、まあ、そんな打順にしているのかなというふうに強く感じました。これ何がいいかって、長打があったりとか
チャンスに強い、まあ、クラッチ的な選手を1番2番に置けるんで、初回からパワーがあるんですよね。1番からいきなりパワーがある選手を置けると。でしかも2巡目からは8番9番が出塁していれば足でかき回せたりとか、下位打線が出塁して上位いきなりパワーのあるバッターと当たるっていうね、まあ、相手からするとすごく嫌な並びになってるなというふうに思います。でもここでね、磯畑選手とか矢沢選手とか江越選手を上位に持ってってしまうと、まあ、プレッシャーで打てないとかマークが厳しくなったりするんで、まあ、そういう意味では今の8番9番にこう1番2番適性があるような選手を持ってくるという打順はいいなと思いますね。なんであとはキャッチャーがねより打てるようになると6番までで取り残したランナーを返せるんで、まあ、より繋がってくるのかなというふうに思いました。お次、八千松本剛、上川端が支える。いや、この中堅3人ですね、ファイターズのキーマンと言っても過言ではないでしょう。もともと KGM がね引っ張っていたチーム、引っ張ると言っていたチームで、松郷もね上川端も状態が良くなくて、まあ、八千選手今川選手はあんまり試合出れなくてっていうので目立ってなかったんですけど、やっぱりこういう中堅で力があるところが実力を発揮し始めると攻守においてね安定しますね。なんで野村選手がチャンスで打てなかったりとか、万波選手が今日ごたっこしちゃったりとかしても、他の選手がしっかり得点をして、で守備もしっかり守って、こういい流れを作ってくれるのかなというふうに思いますね。でこういう安定した選手がいるとね、後ろに控える磯畑選手とか江越選手とか矢沢選手とか、このあたりが仕事をしやすくなるのかなと思いました。まあ、とにかく今はねこの中堅どころ、怪我人が多い状況なんで余計にねこの3人の働きが大事になってくると思います。まあ、あと伏見選手ですね。お次、メンバーシップのコメント抜粋。今日もね盛り上がってました。メンバーシップの試合実況ですね、今日も今日とて紹介していきたいと思います。3投までした。まあ、こちら磯畑選手ですね、まさかの3投まで決めましたね。まあ、エースが完全にね2塁見てなかったんで、まあ、うまく盗めたっていうのはあると思うんですけど、やっぱああいうアグレッシブな姿勢、磯畑選手ってね盗塁し序盤多かったんですけど、まあ、それを苦にせず、僕は走らないと価値がないと多分思ってると思うんですけど、まあ、それくらいこうアグレッシブですね。もうガン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 走って相手バッテリーにプレッシャーをかけていく、まあ、そういう存在感は多分中盤以降優勝争いをするにあたっては響いてきそうな、そんな感じがしますね。まあ、今はもちろんね盗塁数上げるとか盗塁成功率高めるとか磯畑選手の成長とかっていう要素はあると思うんですけど、多分この種まきたくさん走っておくことが後々生きてくると、そういうふうに思いますね。下位打線で得点できるの羨ましい。まあ、こちらホークスファンの方がねいらっしゃるんでね、ホークスで下位打線得点できないんですかね。まあ、上位はめちゃくちゃ強いイメージあるんでどうなんでしょう。ただ今ファイターズがね下位打線すごくつながってるんで、まあ、確かにいい流れですよね。ランナーいないのに一番なんですね。これねなんでか分かんないですけど、得点が入ってで万波選手が一塁ランナーで盗塁死を知った打席、上川田選手の打席でなぜか一番が流れてましたね。まあ、テンションが上がりすぎたのか分かんないですけど、ただまあちゃんてってみんな歌いたいもんだし、地球は楽しいしね、だからいいんじゃないかなと思いました。はい、今ファイターズガールのタオル売ってんすね。ねこれ売ってるんだね。いやいい商売してますね。ほんとファイターズガールもどんどんアイドル化というか個人個人の名前を売っていくようなそんな流れになってるので、もしかしたら恋愛報道が出てファイターズファンが怒るみたいなね、金返すみたいな、そういう流れもあったりするんですかね。言うのやめましょうねそういうことは。お次、どっから拾ってきたこれ。お、八千亮太さんナイス声かけ。あのね、八千選手もそうだけど中島選手ね今2軍にいるんですけど、この2人がね内野の声かけめっちゃうまいんですよ。内野にいる時に投手がフォアボール出しましたとか、ヒット打たれてちょっとピンチですって時にさって寄っていって大丈夫と声かけてあげるナイスダンディね、八千さん中島さん、こういう中堅ベテランの選手たちが内野手ってこういう風にピッチャー気遣うんだぜっていうのをね見せてあげると、野村選手清宮選手あたりもねいいタイミングでいけるようになると思うので、まあ、ぜひぜひ今後とも八千さんお願いしますね。ロド3連投、そうなんですよね、ロドリゲスが3連投。まあね勝ち試合続きなんでしょうがないっちゃしょうがないですけど、まあ明日はロド使えないっすね。なんで7回に誰を持ってくるかね見ものですね。私ちょろいので今もう新庄さん言ってたこと当たるな、辛抱して使ってよかったんだなって納得してしまってます。まあ私もそうですよ。はい、まあ、全然最下位なんでねポジるのは早いかなとは思うんですけど、でも新庄さんがね撒いてきた種を今新庄さんが積んでいる、しっかりと結果として残しているっていうのがあるんで、しかも采配もね全然私の中では疑問符が出るもんないし、いや去年は何だったんだ、何だったんだってか、やっぱわざとねこういろいろチャレンジしてたんだなと、成長のために使ってたなというふうに思えるんで、新庄さんこれもしかしたら今年結果残して名将と呼ばれるようになるかもしれないなと、そんな風に思っています。今日も盛り上げていただきありがとうございました。最後ですね、 A クラスまで 3.5 ゲーム差、借金を積み重ねてねもう A クラス見えないと、優勝見えないと、最下位独走と、そんな風に見られてたんですけれども、
まあ、気づけばここまで戻ってきましたね。はい、もしかしたらこのゴールデンウィークに最下位脱出、あるいはね A クラスまで手が届くまで行くかもしれない。まあ、それはね大型連勝が必要なんで、まあ、ここからどう勝っていくか、まずは明日平選手、ここに土をつけなきゃいけないというね難しさはあるんですけれども、まあ4月中旬のあのもうネガティブでどうしようもないよみたいなね、4月21日みたいなね、あの時の気持ちほどマイナスではないと思うので、まあプラスの気持ちで見守っていければなというふうに思います。ということで本日の試合の感想をぜひとも皆さんコメントで教えてください。今後もファイターズに関する動画出していきますので、ぜひともチャンネル登録お願いします。またアムファンが集える場としてねメンバーシップも設けておりますので、ぜひともそちらもご参加ください。ではまた。